高知駅、高知駅は、高知県高知市境田町2丁目にある、四国旅客鉄道、JR 四国土産線の駅である。駅案内パネルのコメントは、龍馬と、よさこい、日曜市の駅。駅番号は、D45-K00。土産線の駅番号は、高知駅を境に、D、阿波池田、琴平、多土津方面と、K、須崎方面に分かれる。 事務官コードは72331土産線の列車のほかに、御免駅から乗り入れる土佐黒潮鉄道朝線。御免、那覇利線の列車も当駅を発着している。土佐で、運交通三橋線、駅前線の高知駅前停留場についてもここで、述べる。現役者は3代目で、2008年、平成20年2月26日に完成した。 内藤博史設計の新駅舎ホームは地元の杉材で作られたアーチ状の大屋根となっている。愛称は鯨ドーム、大きさは線路と並行する東西方面に60.9メートル、南北に38.5メートル、高さ23.3メートルで杉のみではメンテナンス上問題があるため外部にチタン亜鉛合金を使用している。駅舎では 南国の明るく開放的なイメージを表現するために内部を白色で統一している。駅の利用客の動線上に市の観光案内所を設置し、逆に喫煙所は故意に動線から外す配置となっている。交換、退避設備を備えた島式ホーム2面4線の高架駅である。現役者は2代目駅舎と比べ、乗り場が一線増えた。 新線への切り替え及び新駅舎の開業は高架化工事に伴い行われた。このドームをはじめとした鉄道駅付近高架化工事について第7回日本鉄道省のランドマークデザイン賞が贈られている。当駅とその周辺の区間踏切11カ所は高架化により廃止され、それまで駅北に隣接していた車両基地の高知運転所は2002年平成14年3月に 高知市布の次第移転した。JR 四国では、初となる自動改札機と指定席券売機が導入された、指定席券売機の使用開始は2008年3月15日のダイヤ改正から。発車表は、2代目駅舎同様、三代目駅舎でも、改札上部及び各ホームに設置されている、2代目、三代目駅舎とも、すべて3色 LED 式を使用。また、 三代目駅舎の各ホームには伝承式の接近表示器も設置された。三代目駅舎開業とともに列車接近時のアナウンスには BGM としてアンパンマンのマーチが流れるようになった。当初は簡易的な放送だけであったが2009年3月頃より JR 九州の PTG システムジャクローズをスタンドアローン化放送装置だけを独立化させたものした。 詳細放送が導入された。アナウンスは、JR 九州の在来線、博多駅等と同じ田地利都市駅と、長瀬裕子が担当している。これにより、種別、発車時分、行き先、停車駅の案内は追加され、新たに予告放送、発車放送がされるようになった。JR 四国管内で、詳細型自動放送を行う駅は、高知駅が唯一である。 東西方向に広がる JR の駅舎に南から直角に接する形で設置されている。配線は、串型ホーム3面2線で、三橋線の他海の線県庁前方面へ直通する電車が乗り入れている。ホームの先には、c ーサスポイントがある。1928年、昭和3年に開業した、西の停留場は、 桟橋線と国鉄の貨物線との接続が当時構想されていたことから駅前で西、左向きに折れた場所にあった。しかし貨物線と接続することはなく、1951年、昭和26年に都市計画の中で東、右向きに折れた場所へと移設。その後自動車の増加に伴い、駅とは歩道橋で接続されるようになったが、距離があり乗り換えに不便であったため、 高知国体開催を控えた2001年、平成13年に直進して、駅前広場に乗り入れるようになった。この当時、JR と土田の双方は、タクシー、一般乗用車用の細い道路によって分割されて、いたが、道路上にも歩行者用に屋根が取り付けられており、外観は一体化していた。JR 高知駅の高架化による、駅南口の再開発に伴い、 JR 駅入り口の直前まで北側に30メートル移設する工事が2008年より行われ2009年平成21年2月14日より新しい乗り場を2面1線で暫定的に用し、3月11日に3面2線での全面使用が開始されたこの移設に伴い従来乗り入れができなかったハートラムの乗り入れが可能となり5月14日の 高知駅南口再開発完成式典の際に記念運行が割れた。主な駅弁は下記の通り。高知県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。北口東側にはバスターミナルがあり、空港連絡バスや高速バスなどが発着する。高架化工事に関連して周辺の区画整理が進められることになり、 駅前広場と合わせて5.6ヘクタールの土地をよさこいサイトと命名し、ちづくりが実施されている。駅北口の駅前広場は高架化と同日に使用開始し、またバスターミナルに隣接して、税務署や法務局などが入る、高知よさこい先と合同庁舎が2011年2月に開庁した。西側には10月に駐輪場や駐車場が設置された。なお駐輪場は、 バスターミナル近くの高架下に開設されている。南口の駅前広場は、2代目駅舎と、それまでの駅前広場のあった場所を利用して整備が進むられ、2009年5月1日より自動車の乗り入れが開始された。5月14日に完成記念式典が行われ、ひとまずの完成を見た。駅南西側にあったバスターミナルが、 駅北側に移転し2008年7月28日より使用を開始した。これにより一般路線バスの運行経路変更、空港連絡バスの増便が図られ利便性が向上した。バスターミナルの開業によって多くの路線が乗り入れを開始したが、行き先によっては高知駅、バスターミナルでなく高知駅前バス停、方向別に2カ所に停車や 高知駅方面を経由しない路線もある。両社は共同運行や共通乗車を行わず、自動券売機も当初は別々に設置されるが、利用者から不評がられ現在は共通乗車を行っている。バスターミナル開業より乗り入れることになった。2010年9月から高知駅前観光は駅東駅を経由し空港への直行便を廃止。 朝倉市発便と統合する形で都砂電交通と同様の運行経路となり張りま橋など市中心部でも乗車を扱うようになった。四国内、中国方面、近畿、中部方面、関東方面、九州方面、特急、南風、四万と足摺、内、うち足摺は東駅が発着駅の隣の停車駅は各列車記事を参照。また、 戸サクロ鉄道5面、那覇り線からの乗り入れ列車は当駅が終点取る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。